はーい。今回のスタート地点はですね、ここ、八重の棚田地区の、これね、トイレとね、休憩所がね、一緒になったところ。それで、この左側にはですね、この、甲突池というのがありますけどもね。はい、こっからのスタートです。今回のですね、ゲストはですね、どっちにしよう どっちにしようかってちょっと迷ってますけどね。姉さんにしようかな。姉さんです。何こんなやったわ、おちょぶったようなことして。私はずっとここに座ってたがね。まあですね、まあ遊び遊び。姉さんはですよ、この郡山池やったんですかね。私はね、北国がないよ。郡山は、だけど、あれじゃないけ、前は表記軍かないかじゃなかったけ、じゃったかもしれませんよね。表記軍郡山町、いや、町かわからん。市町村合併でですよ。あれですもんね、喜入も鹿児島になったですもんね。だから、稚児だときはですよ。まあ、稚児でんじゃって、もうここには、あれで、説明のところには書きませんね。あ、稚児だときは書こうか。確か前はね、表記だったと思いますよ。はい、それが何ですか。いや、別にないもんも、私のね、あれの、情報としてはね、そぐらいしかないのよ。そういうこと。要するに、私にあんまり何も聞きな、あんまりじゃないね。私に何も聞きなさんな、ちゅうことや。はい、了解しました。で、これからどこ行くのね。ですね、あっちのほら、伊集院の方に行こうかなと思いますけど、ほら、反対方向じゃないのっけ？あれですね、治療師団中割には反対とかなんとかって分かりますよね。内語で違われても太陽の位置を見りゃ分かるわね。ああ、そうかそうか。まあ、それは別にしてですね、ちょっと待ってくださいよ。ああ、やった、下田。内語で。いや、さっきですね、あの人のほら、ジロキスさんを乗したときに、ちょうどですね、ジロキスさんの思い出の歌中か、そういうキットをですね、け忘れちょった。聞いたんだけど、それをね、その答えを聞く前にね、ここにね、たどり着いたんですよ。ちょっと待ってくださいよ。からですね、一旦はですね、郡山じゃなくて小山田の方に行こうかな。それともどっち行こう。まあまあ行ってから考えよ。すいませんね、お姉さん。あ、そう、お姉さんのですよ。さっき聞いたような気もすっとんから、お姉さんの思い出の歌っちゅうのは何やったんです。ああ、思い出した、思い出した。チャン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 チャロン、チョロロン、チャン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 チ
方屋の希望のリボンのね、あの曲がね、私が一番最初覚えたっちゅうか、もう頭の中に入ってきたのがそいでしょうね。あれは今でもしちょっとじゃないっけ、あれはちなんですか。だからその希望のリボン、今日は私の誕生日、そういえばね、そげん言えばそげんですよ、MBC の南本放送の最初の放送日から
るっていうようなの中でね、まあ多分ネットでしょうけどね、みたいな気がする。ちゅうことはいけんなのっけ、私なんかの年齢と比べてどうなんのっけ、計算が合うで、いやいけんですかね。姉さん昭和12年ちゅうことか、姉さんと一緒やれば0、あ0歳じゃ覚えちゃうんですね。まあそんなこちゃいいですが、あれですか、ちゃん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 、木琴やったですよね。今も木琴で吸ったのかい、吸ったのかい、どけない意味ね。いやいや昔ですね、いや今でもあっけども、城山すずめっていうのがあってですよ、あれのテーマソングがね、最初の頃と違うんじゃないけ、咲いたらあげましょうあの人にっていう、確かそれのメドリーやったような気がするけど、私はね歌謡曲はあんまり知らんとですよ。あらちょっとね、私はね、私はどげんけ、どげんけち私に聞いたってわからんですよね。私はね、いやあんまり知らん。あらなんで、いや私はね歌うとあんでしょう。なんでですか、音痴だからですか。いや実を言うとね、私はね音痴やっかね音痴じゃなかかねわからんのよ。なんでですか、学校の時あれがあったでしょうが、あれがあったでしょうかじゃないですよね、あれがあったでしょう、音楽中のがあったよ、あったけどね、私はねちょっとね音楽時間はねあれだったの、先生にね、私が言ったんじゃないよ、私の親とかねじいさんがね言ってね、今後ね歌わせんじょっくやんせって言ったのよ。どげのあれなんですか、あんま歌うめっせプロになっちゅう思っちゃったんじゃないですか。いやそんなだったらいいけどさ、私にはね隠された秘密があるの。またまた、もしかするとあれじゃないですか、先輩がなんか入れ知恵、いやいや死後よ、あん人も知らんかも、あん人が必要なら私が歌う歌あんちゅうことだけよ、ないことですか。いやそれは秘密だから言えない。だいたいあんたと知り合うって何日ね、まだ3日も経たんがね、なんでそげな人にそげな私の秘密を言わんないかんのね。わかりました、まあ聞きやしませんけどね、聞きやしませんけど、まあ聞いちゃう人がほらリスナーの人がないやろ、会長もとがいかんですからね、その時は教えてくださいね、よかよ、その時はね。だけど人ちゃんもしてねえよさ、よかですよ、姉さんには面白くなくても他の人から見れよ、もしてが面白いわけですからね。まあね、まあいつかちゅうことでね。だからね、どげに言えばいいのけ、何を。いや私がほら好きな歌たちのあるのよ、人前では歌わんけれども、人前あれでは歌わんけれども口ずさむことがあるのよ。昔ですね、何が、いやいやお姉さんと音楽の話をするのがですよ、いいがね、あんたがそんなこと喋ればいいんだがね、いやいやだってほらあれでしょ、ちゃん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 声を言うために私は身構えらんないかんとですよ、身構えんな、そういうぐらいですね、私もねあれ喋り方がねうまくいかんの、喋り方もだし特に音楽師なればですねうまくいかんの。だけどね私が聞いたところで、あんたはね私よりよかよ、声でですか、そうよ、もう私に比べりゃね3倍ばっかり、こんな愛ですね、言うじゃないやけども
お姉さんはよっぽどの、あれですね、音痴ですね。ああ、言ってしまった。いいよ。意見もね。ほんならですね。姉さんとの間ではほんなら音楽の話はせん方がよかですね。いや、逆逆して。ないかね、今までほら、音楽話を私はずっとしよらんかったでしょう。友達もね、私の前じゃね、音楽の話をね、気尽くせせんかったのよ。だからね、逆にね、もうそろそろね、それをね、どげん言えばいけ。私も疎くあんのよ、本当はね。なんだけども、ほら、ずっと今までこう、鍵をしちゃったもんだからね。まあ、だけどあんたはうまくはないよさ。うさ、わかってますよ。うまくはないけど、うまくはないけど、下手。いや、下手でもないな。音痴なんだよ、あんたは。ですよね。下手ならいけんかなとですけどもね。ああ、今ヨガ語つかんげた。いいね。何をですか。あんたがほら、前、内科で言うちょらんかったけ、あんたの音痴は、ひょっとすれば治るかもちゅうよったよ。いや、あれはね、かもじゃなくてですね、治ったらいいなーちゅう願望ですよ。願望でもあるぐらいやればいいがね。もう私はもうバッタイやけどよ。あんたの友達にほら、岡崎さんちをやったでしょうが。ああ、はいはい。岡崎さん知っちゃったんですか？いや、知らんけど、直接は知らんけど、名前分だ知っちゃうからね。岡崎克美さんやったけ。ですよ。あの、さあに喧嘩、力を借りれば治った仕事かい。いやいや、あの人はね、ある種プロですからね、私みたいなものにね、こう、あれはせんですよ。じゃろか？あの、さあはね、気さくな人よ。あ、さあ分かってますよ。分かってますけどね、やっぱりね、いくらなんでもね、音楽でね、話をしたくない。私はあの人のね、曲を聴くのは好きだけどね、私と関わってほしくないの。曲に、音楽に関してはね。まあ、聴いてごらん、人に。たまにあんたなんかいでしょ。姫スクートでしょ。あ、ごめんなさい。私はあんたの口癖がな、映ってしまった。昼昼食をされるんでしょ？ですよ。いいですよ、姉さん。もう、カゴマだから、姫スクで、どうのこうので。私もね、それを言い直すんだけど、友達言わすりゃね、よかよ、うち。もう、ざっといかんか、って言われるんだけどね。そうですね。まあ、聞くだけは聞いていますけどもね。だけどね、姉さん、ほんのこと言えばですね、音痴を直したい。ほいでね、自分がね、作った曲をね、歌のうまか、そう、あれですよ、岡崎さんは違いますよ。歌の上手な素人。のど自慢で言えばですね、鐘二つ。これぐらいの人にね、歌ってほしいなぁと思う。ヒット曲じゃないんですよ、私が作る曲はね。曲を作るだけの話。だからね、今後私が趣味が作曲じゃーって言えばですね、みんなね、ワルトですけどね、その笑うレベルの高いレベルじゃないの。あ、そうやーって、要するに、ドレミファソラシド、にもう一度ちょこっと足して、7音じゃなくて10音ぐらいで、こう、の範囲で、作れる歌。これをね、数語あっとですよ。数語あっちないね。いやいや、作曲をして、で、この、あれで、YouTube で、私が、下手な私が一旦歌うわけですよ。で、それを聞いた人が、ああ、私だったら、もうちょっと上手に歌える。っていう形になっていくうちに、他の人が、第三者が、あの音痴が
これぐらいの曲を作るんだったら俺はもうちょっといい曲を作るぞっていう、ここですよ私の狙いはね。ああ、そうね、ちょいじゃれば早作らんねちょっとですけどね、ちょっとですけど、今ほらこっちの動画でいっぺこっぺですよ。ゴミ行きます。それとですね、あれ、まあ話がほら作曲の話になったついで言いますけど、今ですね、あれがチャンネル登録者数がですね、もう少しで800人なんですよ。ほんで、まあ、1000人ぐらいになった時ですね、あっちの方の縄文人ももちっと力を入れるし、そしてその作曲の方はどっちかというと縄文人の方のチャンネルに上げようかな。ちょっと待ってくださいね、眉間行けばいいとけ、あ、左に行きましょう。あ、そげん言えばね、私もね、この前ね、あんたのもう一つのチャンネルよ、愛をね、見てみたよ、縄文人ってやつを。ちょっと私には硬い、カメラのあれですからね、やっぱりね、マニアもあんまり見ない。登録者数がですね、今178人やったかな、昨日ずっと見たとか。そういう、おちょっと待ってくださいね。ほら、このあれ、左側、まあ右もですけども、こうやないっけ、もみじけ。ちょっとね、どうなんだろう。少し季節感は出るけど、思ったような発色性なかったですね。前ですね、お姉さん、姉さん、はい。はい、じゃなかった。なんで、ここが、秋口になったらこの紅葉が綺麗やろね、ちょ思ったけど、真っ赤ちゅうわけにいかんですね。まあそうね、見た目を言えばもうサビ色ですもんね。まあこれはこれでだけど、鹿児島のね、紅葉の現状ですからね、本当はね、真っ赤な感じがするんじゃないかなと思ったけど、はい。何だっけ、姉さん、なんか線画なんとかちょっと、ああそう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 、あのあれ、その縄文人の方もですね、あれをしますし、それと今関係だけど、岡崎克美さんと名護ひいめしを食べてませんでしたからね、来週ぐらいあれしましょうかね。本当に今さっきの湯さんが言った方をちょっと聞くだけは聞いてみましょう。そうかしてなさい。あの人もね、マッチョやっかも。いや、マッチョりゃほらら。いや、マッチョりゃ私もわかりますからね。きちっと言うんだけど、あれですよ。さっきも言ったみたいにご無礼さえなりますからね。そこはやっぱりね、ある程度の線は引かんとね。20何年付き合ってますからね、岡崎さんともね。だからね、お互いにね、ある程度のね、この線は引き合ってますからね、もちろん私の方が向こう先、あれです、私の方が先輩だけど、尊敬してますからね。すいませんね、ないがね、いやいや、あれ、単純なこの風景、ああすぐ言ったな、もう行きやった。早いですね、だけどね、思ったより早い。あそこの高槻芸に行くときは思ったより遅かったけど、こっからです、ここを右折します。内岸のチェスト館です、チェスト館。これね、ちょっとね、リクエストが来てた。
はい、ここにねチェスト感って書いちゃうんでしょ、ほら左側。ここは降りませんよ。今日はねちょっとね編集をせないかんのがあるからね、ここはねまだ人手がほら足らん、人手が足らんというか、ここ人がねゴンモゴンモ人がここを、歩いちゃう時に行きますからね。ただこひこじゃけじゃ面白いから、ちょっとぐるっともう一回向こうから引き返していきましょうかね。引き返していきます。ここ駐車場内で引き返しますからね。案外ですね、ここはね移住員からねくっときね通り過ぎてしまう人もいるみたいですよ。だからね、ここから左ビーッと行って、はい、こっちチェストがね、ちょっとね行儀悪いけど斜めにビーッと走ってね、ここチェストが要するに道の駅になるのけ、なるのけって私に聞いても知らんよさまあですけどね、ここをほんなら行けんだ、あこっちに行けち矢印がありました、これ。あ、こっちからこう抜けるようになってんだ。え、単なる駐車場？あら、単なる駐車場じゃった。第二駐車場みたいなもんやったですね。そう言いやればもう一回言うたんですね。ここはもう切り返しなしで行きますからね。これぐらいのところに切り返す、切り返さないっていうコメントを挟まないかんぐらい。私は切り返しで U ターンしますからね。ああそうか、ほんならここはこっからもねやっぱ左に出らんないかもですね、右にね。ああですね、はい、ほんならですよ、チェスト館を紹介したここあたりで一旦なお開きしましょうかね。はい、ありがとうございます。